やれやれ、ようやく戻れたか。おおきに、ここまで送ってくれて助かったわ。お礼なんてやめてよ。俺たちがいなくてもあんただったら平気だったろうさ。ボーガンとは古風だが、なかなか大した腕前だったぜ。いやあ、巡回神父なんて町外れに行くお仕事ですから、最低限の武装はしとるけど、やっぱ本職にはかなわんですわ。そうかな。十分遊撃士としてもやっていける腕前だと思うけど。もうエステルちゃんってば、人をおだてるのがうまいんやから。お兄さん本気になってまうで。何の話をしてんのよ。それは置いておいて、さっきの幽霊の話やけど、ルーアン礼拝堂にも何人か相談に来とるらしい。ただテオドロ教区長によると、普通の霊とは思えないそうや。普通の霊じゃない。教会の教えでは、人が死んだ時、善なる魂は空に昇るんだったな。ええ、反対に罪を負った魂は暗き煉獄に落とされるんですけど、たまにその枠からはみ出て、どちらにも行けん魂があるらしい。それがいわゆる幽霊やと教会では一般的に言われておりますわ。さまよえる魂ってことね。でも普通じゃないって一体どういうことなのかしら。普通の霊は多くの場合、何かに縛られていることが多い。場所だったり人だったりな。やけど今回の幽霊騒ぎにはどちらにも当てはまらん。せやから教区長さんもしきりに首をひねっとったで。なるほど、そういうことか。ま、調査の参考にでもしたってや。ほな、俺は礼拝堂に戻るわ。またな、エステルちゃんたち。助言はなかなか聖職者っぽかったけど、やっぱりどう見ても神父には見えない人ね。巡回神父なんて変わったやつが多いからな。昔ラベンヌ村に来てたやつも結構変わった親父だったぜ。そうなんだ。さてと、目撃情報はまだ残ってるね。この調子で次も行こっか。ああ、そうだな。いや、お疲れ様。目撃情報の確認は終わったのかい？ううん、まだ途中なんだ。3件とも確かめたら、ここまで報告に来てくれ。そこで集まった情報を検討してみよう。オッケー、了解よ。
倒す敵だ。赤書の対象にあってどいつが見たのか聞いてみるぞ。うん、分かった。それにしてもこんな綺麗な場所であれが出るなんてね。白い影だのあれだの、いい加減往生際が悪いな。素直に幽霊だって認めろや。ああもうほっといてよ。気にならないようになんとかごまかしてるんだから。ご苦労さん。おや、確か君は公爵閣下が来た時の覚えてくれてたんだ。いやいや、あの時ほど君たち遊撃士のありがたみを感じたことはないからね。それで今日はどうしたんだい。実はこの関所で白い影を見かけた兵士さんがいるって聞いたんだけど。なんだ、ギルドにまでその話が伝わっていたのか。全く面目ない。お恥ずかしい限りだよ。お恥ずかしいって？幽霊を見たなど寝ぼけていたに決まっている。そのような気の緩みは有事では命取りになりかねん。そして部下の気の緩みは隊長である私の責任だからな。あいにくだがそいつはあんたの方が早とちりだぜ。その幽霊ルーアン各地で目撃されてるって話だからな。なんだって？そうだったのか。てっきり寝ぼけていただけだと思ったんだが。いや、それは確かに私の早とちりだったようだ。ニクスには悪いことをしたな。そのニクスさんっていうのが白い影を目撃した兵士さん？なあ、そうだ。
カルデア水道の入り口で立証しているから直接話を聞くといい。私からの許可は出ていると伝えてほしい。うん、分かったわ。お、水道に出たいのかい？ちょっと待っててくれ。今門を開けちまうから。あ、うん、通りたいわけじゃないの。私たち遊撃士協会の者なんだけど、白い影について聞き込み調査をしてるんだ。それってひょっとして、でもあれって俺が寝ぼけてただけじゃ。ううん、そうじゃないわ。実はあなた以外にもルーアン各地で白い影を目撃した人がいるのよね。あんたもここの隊長もそのことを知らなかったらしいな。悪いことをしたって言ってたぜ。そうだったのか。いやー、安心したよ。夢にしちゃリアルだったからな。で、夢じゃないって分かったらいきなり怖くなってきたな。気持ちはわかるかも。まあそれはともかく、その時のことを話してくれない？できるだけ詳しく具体的に。ああ、わかった。3日前の真夜中、俺は立証で同じようにここに立ってたんだ。ここって滝の音がすごいだろ。でもそのリズムに慣れちゃうとかえって眠くなるんだよね。ちょうど飯を食って交代したばかりだったから余計に眠くてさ。だから眠気を払うためにこの上を行ったり来たりして保証していたんだ。その時さ、俺があれを見たのは。そっか。それってどういうあれだった？白くてぼんやりしてて古めかしい服を着てたよ。それが滝の真上でくるくると踊っていたんだ。俺もゾッとしちゃって思わずライフルを構えてさ。じゃなくてそれを撃ったの？ああ、威嚇射撃のつもりが当てちゃってさ。だけど当たった様子もなくて、その場にぼんやり浮かんでいて、いきなり北の方に飛び去ったんだ。これ本物くさいな。その後慌てて中に戻って隊長たちを起こしたんだけど、立証中に寝ぼけるとは何事だ。しかも無用の発砲までしたのか。で、大目玉を食らっちゃってさ。はあ、散々だったよ。ご愁傷様です。まあ夢でも見たと思って忘れるのが一番よ。うんうん。そんな風に言われてももう忘れられないってば。何が理由でさまよっているのか知らないけど、なんとかしてやってくれ。遊撃士なら例の悩みとかも解決できるんじゃないか。やめてよね。神父さんじゃないんだから。でも確かに何か出てくる理由はあるのかも。なんとか頑張って調べてみるわ。ああ、よろしく頼むぜ。ほらほら、そんなにはしゃいだら転んでしまうぞ。でも本当に素敵ね。ありがとう、あなた一緒に連れてきてくれて。いや、君たちにはいつも寂しい思いをさせているからね。このくらい当然の家族サービスさ。仲の良さそうな家族ね。旅行に来たのかしら。ああ、そうみたいだな。ひょっとしたら外国から来たのかもしれない。なんてすごいのかしら。見ているだけで吸い込まれそうになってしまうわ。ねえ、そこのお姉さん、この滝ってなんて名前
っと、いきなりね。この滝はエアレッテンよ。バレリア湖から大昔の水道を通ってここまで水が流れてきてるってわけ。バレリア湖って知ってるわ。飛行船で到着する前に見えたとっても大きな湖のことでしょ。うん、そうだけど、ひょっとして外国から来たの？ベンのこと？ええ、そうよ。ベンは遠くから来たんだから。そっか、ベンちゃんって言うんだ。かわいい名前ね。そうでしょ。だってパパとママがつけてくれた名前なんだもの。ベン、お姉さんをあまり困らせちゃダメよ。すみません、見ず知らずの方にご迷惑を。で、迷惑かけてないもの。気にしないでください。外国から来たみたいだが、リベールには旅行に来たのかい？ええ、私は貿易商でリベールにはよく来るんですが、訪れるたびにこの国の美しさにすっかり参ってしまってね。それで今回は商談がてら私と娘を連れてきてくれたんです。珍しいこともあるものですわ。いいですね、仲のいい家族で。羨ましいでしょう。パパは出張ばっかりだけど、いつもたくさんのお土産を買ってきてくれるし、ママはいつもニコニコしてて美味しいお料理を作ってくれるのよ。そうなんだ。お姉ちゃん羨ましいぞ。参ったな。すみません、まだまだ子供なもので。ねえ、お名前教えてくれる？レン、お姉さんのことなんて呼んだらいいのかしら。おっと、名前を教えてもらって答えないのは失礼だったわね。私はエステル、エステルブライトっていうの。遊撃士をしてるんだけど。遊撃士って知ってるかな？もう子供扱いしないで。でもお姉さんって遊撃士さんだったのね。怖い魔獣をやっつけたりするんでしょ？うん、そういう時もあるかな。ほう、遊撃士でいらっしゃるか。その年で遊撃士なんて、とてもすごくていらっしゃるのね。まだまだ新米ですけど。リベールの各都市にはギルドの支部がある。旅行中困ったことがあったらいつでも頼るといいぜ。これはどうもご丁寧に。では私たちは宿泊の手続きをしてまいります。ほらレン、行きますよ。ふーん、お姉さんたちともうちょっと話していたいのに。ねえお姉さん、今度会ったら一緒に遊ぼうね。うん、いいわよ。嬉しいな。またね、エステルお姉さん。ずいぶん混ぜたガキだったな。ティータよりも一つか二つ年下ってところか。うん、そのくらいかも。どうした？おっさんでも思い出したか？ちょっとだけ。あとヨシアと会ったのもあの子くらいの年だったなって。そうか、目撃情報は全部当たったが、そろそろルーアンに戻るか。